こんにちは。デザインペインターの大浦幸子です。今回はストックピンクを使って素敵なスタイリングを皆様にお伝えできたらいいなと思います。こちらのストックピンクはですね、こういった元気なサーモンピンクを使って白とこうぼかしながら混ぜながら作っていった一枚となっています。で、とってもとっても可愛い色なので、もう思い切って幸せハッピーなピンクの小物を集めました。写真で見ていただいたと思うんですけれども、こういう封筒を使いました。ピンクの封筒は、こちらは普通にイオンの文具コーナーで見つけました。いい色でした。そしてこっちも同じくイオンの文具コーナーに売ってる紙です。紙を折って、で封筒っぽくしてみましたが、商品写真の方に採用したのは、小さめのこちらの封筒にしました。こう合わせた時にもっとこう、撮影に使ったこのアジサイのピンクとの相性がいいなと思ったのがこっちのピンクだったので、こっちを使いました。そしてこのなんて言ったんだかな、すみません、名前忘れちゃいましたが、このローを使って封筒の封をするものなんですが、これゴールドがあれば本当はもっと良かったんですけど、手元にゴールドがなくってシルバーを使ったんですが、これはアンドソーのロゴで作ってもらったスタンプです。あ、シーリングスタンプです。それをこうして作ったんですよね。そしてこちらも同じくイオンの文具コーナーで売ってる紙を、こう周りを手でちぎってこうギザギザにしました。そこにこのサーモンピンクをこう薄めてこう染み込ませたんです。そしてこういった小物を作ってみました。でさらにこちらの紙と同じにものでカットしてしおり風なものを作ったりとか、あとはこういうイニシャルのタグを作ってみました。こちらはですね、手芸コーナーによくあるこのワッペンを使っていますが、こちらのタグはもともと古い雑貨屋さんから譲り受けたもので、そこにこのワッペンを貼っています。裏がアイロンをかけると糊が溶けてくっつくようになっているんですけど、これはままでは真っ白なので、こちらもコーヒー染めをしています。そしてから貼りました。で、なるべくちょっとくすんだ風合い、アンティークな雰囲気が出るようにこう撮影小物を揃えてみました。そしてもう一つ、こちらもマスキングテープが可愛い色があったので置いてみました。そして花びらを置いていきますが、このアジサイはもっともっと大きかったんです。それをちょっと小分けにカットして、そしてこう置きます。で、高さの違う瓶などを用意してこう並べて、はい、そして花びらをちぎっておいて、もうこれちょっと枯れてきてしまっているんですが、チラ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 と、こう広げて、そして、余分なものは多いなって思う感じるものはこう省いて、でバランスを見ながらこう撮ったものが次の写真になっていきます。いつもスタイリングでは撮って確認、撮って確認、そして微妙なこの位置をずらしたり離したりで花びらだけにしたり、何度も何度もこうわずかな差なんですけれども動かしながら撮っています。
参考にしてみてください。今回もありがとうございました。